あ、こっちがね、もし切れたとしてもこっちは満タンなんで取れてるんです。そうそう、先にこっちの方が電池が切れちゃいました。なるほど。さっきカウンセリングをさせていただいたんですけど、2ヶ月前にピンだけでツイストかけてるって。あ、ピンツイスト懐かしい。そうそうそう、もしか懐かしいのか最先端なのか分かんないけど、代官山、代官山のイメージです。代官山どちらのサロンですか先端なのか昔懐かしいのか分かんないけど、でもまあツイストやってくれたんですよね。で、2ヶ月前 で1ヶ月前に一応カットしてるんです。月に1回ぐらいは多分ちゃんと美容室に行かれてる。で、僕最初に会った時にもうどうしてくれるんだろうこのクセ毛と思って、もうどうにかしてあげたいと思ったんですよ。だけどクセ毛じゃなくてあの、ツイストでした。で、空気感がないのでなんかすごいこう量が多いかなと思ったんです。で、本人も量が多いと思ってるんですよ。だけどね、そんな量多くないですよね。そんなびっくりするほどの、あのもちろん1ヶ月に1回カットしてるからっていうのもあるんですけど、そんなバリバリ量が多いわけではないです。で、癖もちょっとある、もともと直毛じゃない、うん、量はあの少なくはないですよ。少なくはないけど見た目のこうグワッっていう感じよりも多くはないっていう感じがするしてます。で、先ほどもお伝えた通りなんですけど、こうとウェットとそれとなんだっけ、スタイリング剤が大事で、ウェット感のあるものかウェット感がなくてもダッチリ濡れた状態でしっかり濡れ揉み込んで終わりにしないと綺麗な形出ないんですよ。何もしないとやっぱりこうバサッとなってしまうんですね。どっちかっていうとこうくるくるしたパーマか、ツヤのあるパーマかどっちかじゃないとなかなか難しい。一応トレーナーなんで、まあ、多分いろいろやりたくないんですよね、多分ね、汗かくし、まあ、そのままこうくせ毛っぽくと終わりにしてくれっていう感じなんです。さっき聞いた。なので一応そういう感じでアイパーマを一応かけていきたいと思います。で、見てもらって分かるんですけど意外と長いですよね。さっき人肌と言ったんですけど意外と長くて、で、形的には今の形でいこうと思うんですよね。だから内側と粒ロックになってるんで内側と、ここをしっかり締めていくんですけど、この形になれば最後の長さがある程度、残ればトップはちょっと切らしてもらおうかな。で、本人希望は前髪はあんまり上げ伸ばすぎちゃったということなんで、前髪を垂らした状態でこう流れた状態に切ろうかなというふうに思っています。感じ的に言うとどっちかっていうとなんかこっちに流れそうな、この流れはこっちですよね、はい、これはまあこっちに自然にこう流れるように行こうかなと思います。で、そんな長くないんですよ、前髪は。でもこのまま流れて上がっちゃうと結構短いかなっていう感じなんで、まあ、前髪の方はあんまり切らないと行こうかなと思います、はい、で、カットします、はい、完璧に上とか完璧にドライじゃないと言っちゃいますね。完璧にウェットか完璧にドライじゃないとそのマニュアル化できないじゃないですか。このくらい例えば 80% ウェットとか言っても全員違うからその答えになんないんですよ、それは。特にうちみたいにスタッフがいるところになると 80% ウェットしてくださいって言われてもそのお前の感覚なんて分かんないじゃん。結局 80% ウェットしてって言うとも分かんないじゃないですか。だからなんでそのあんまり 80% ウェットとか、30% だけドライしてくださいとかっていう言い方っていうのはちょっとこう通用しないですね、この世の中で。完璧にウェットか完璧にドライっていう方法しかうちでは通用しないんですよ。一人でやってるわけじゃないから、その技術者の心地いいは形にできない。だけど、やっぱり完全にウェットだとすごく時間かかっちゃうんですよ、ハイパーマ。完全にドライだとやっぱりこうかかる範囲っていうのが決められちゃってて、バッチリはかけづらいです。で、特にこのくらいの長さになってくると、アイパーマに関しても履歴があるところにかけることになることがほとんどなので、完全にドライでかけた場合にはタンパク変性してるから次回かけるときにかなり痛みやすいんですよね。だからやっぱりこうウエットでかけたいけどウエットだと時間がかかるっていうところから、どのくらいのウエット具合にしたらいいかなっていうところも含めていろいろ考えていたんですけど、まあ、そこの部分が少し変わったところと、あとアイロンの操作に関してはアイロンの操作に関しては今変えてるのが、毛先を早くアイロンの中に巻き込んだ方がいいって思っていたんですが、
アイロンの中に早く巻き込もうと思うと毛先と根元がアイロンのタイム差ができない。わかるかな、わかるわかる、毛先と根元でアイロンのタイム差ができない。要するにバッてこう瞬間的に巻き毛先まで巻き込んじゃうと毛先も根元も同じタイミングで巻かれてるので熱の量が 入ってる量同じじゃないですか。だけど毛先の方がかかりやすいので毛先を後から巻き込むことによって根元と毛先のタイム差を作ってるっていうのが一番重要なところで、それが変わったところで、その2点ですね。でそうすると榊原さんのあの短い手で久々にパーマかけたけど割とこうピッてかかってくれると思うんです。でこれは感覚ではなくて、感覚ってもう実は通じないから感覚ではなくて、マニュアル化してもできるようなそういうようなところへ一応持っていきたいと思っているので、娘ちゃんがいる、はい、いたりとかで、なんかね、全然お付き合いないんですよね。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。この辺のブルースすごい多いですね。そうなんですよね、冷たいんですよ、みんな。あ、仲良くはしてないんですか。仲良くしてほしいんですけどね。確かに仲良くして、仲良くしてくれるとかしてくれるんですよ。してくれないところ、してくれないですよね、なんかね、なんかね、あのドライドライなんですよね。なんかね、あのファミマで挨拶してもね、なんか目をそらしたりとかされるんですよね。え、そういう感じなんですか。え、そういう感じなんですよ。寂しいっすね。寂しいっすね。はみたいな。なんかこれ動いてる。意外と癖毛っぽい感じの毛だな。最後は結構癖が強い、ね、確かに最後の位置を下ろして、まあ、耳のところですね。軽い棒を叩き、前髪はあまり引いたくないので前髪をこうちょっとこう逃がすような感じですね。もしよければマッシュの展開図を書いていきませんか。展開図、展開図、展開図、前髪 OK、 したら今度は後ろに切って、後ろの刈り上げのシュオールの部分を切って、あとは前髪を決めて、前髪はあんま切らないので、こういうぐらいに前髪をして、多分ツイストのチリってした感じは、一時気をつけた段階で伸びるんじゃないかなっていう感覚でいます。もしも、頭かけて毛先がチリったら、切っちゃおうかなって感じ。で、トップの長さをここで決めます。ハイパーマはこう12ミリで巻きたいので12ミリに2ミリだとでかい15があのこの短いやつの半分です。そっか、じゃあこれトップが15になるのか。で、今15でトップの位置決めて、でここの位置に全部寄せてカットしてくることで前髪の長さはキープする。後ろに引っ張ってくるっていうことは前髪をキープしてるっていう、逃がしてるってことなんで、そうするとここからこう切れたでしょ。そしたら今度はこっちオンベース、オンベースっていうのはこの指2本分ぐらいの間で頭皮と直角に出してる。このままずっとこっちに回っちゃうんです。この時もここからはバックに引いていく、フェイスラインを起こすから、こっち。これよく考えると簡単でしょ。逃がして、長さを残すところは
逃がしていって切っちゃっていいところは逃がさない。ここまで回ってきたらここからは後ろに引いて前髪の長さを切って切らないようにして、要するにこう感覚でもできるけど感覚だけだと通用しないこうマニュアル部分があって、後ろに引っ張ってくることによって前の長さを残していく。長さで引っ張ってる部分があれば、でもベースカットが終了、ゴールがここなのでこの位置のゴールの位置をまず決めて、決まったのでそこからここへつなげていく。そんなにこうなんていうんですかね、こうシルエットが出ればいいので、細かく細かく榊原さんみたいに切る経路ではないので細かくなくてもいいかな、ぶっちゃけセニングとかでもいいかなっていう感じはします。こちらがあんまりやりたくないのは、ここもバリカンで上まで取っちゃうとパカ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 してしまうし、自分で頑張っても止めればそれ切れちゃうんじゃねえのっていうようなカットは美容師はやっちゃいけない。なるほどなって思ってたのは、セットなんかも自分が頑張ればできるようなセット作っても美容師としてそれはもう良くないっていうか、まあ、反則、それ自分でも頑張ればできるじゃんっていうセットは作っちゃいけない。まあ、カットも同じですよね。横から見ればこう、こういうラインが出るかな。ですね。で、両冠を取ります。まずバックの位置からこの辺までですね、ちゃんときちっと分け取って、両冠を取ります、ね。全然重なってないです。同じとこ2回とか切ってないですね。そしたらこう毛先を動かします。で、サイドへ切って、サイドの位置、トップのこの模擬のラインを残してあげて、このよう、立ちやすいね、吉永さんね。そうですね。ですね。ここがね、すぐ。行きやすいですね。重ねない、重なるところ重なれないところ、適当にこうやってしまうとメンズの場合にはこう範囲が少ないので、適当が一番よくね、重ならないようにまず両冠を取って、そしたら今ここが残ってるので、そこの位置の量を減らすんですけど、ラインだけ取れれば。ちなみにあんまりこう空いてない感じに見えると思いますけど、50% なんで多分かなり透けてると思う。です。これで終わり。ここね、立つのね。そうなんですね。横棒がパカパカちゃんになっちゃう。
そんな感じで。はい、すっきりちゃって。はい、ありがとうございます。これがしやすい。これがしやすい。はい、ぜひ。僕と同じくらいだね。周りから見始めます。今日のフェイスライン、毎日すごくいいと思うんですよ、ね、毎日投稿した方がいいよ、今日のフェイスライン。インスタそれでいいんじゃない、うん、それが毎日投稿した。だってさ、俺って同じ学校の大先輩だ。あ、そうなんですね。やばい、でも、ソウヤさんの腕こう映った瞬間、一人抜けた。はい、全体にまんべんなくつけてください、毛先まで。足りないです。しっかり伸ばして毛先まで。え、充電がない、充電が。大丈夫、大丈夫。加工そうですね。前髪の方もしっかりつけてください。線を入れろ。誰か iPhone ください。しっかり毛先まで入ったらない場合は、次だし。はい。はい、やっぱあれだね、何も言わないのにちゃんと YouTube 見せすんだよ、こうやってみんなみんな YouTube 見てるから。そうか、見てねー、うちなりきりすぎちゃったんですけど、カメラ向けられた。真ん中ついてな、これ。あれ、俺、コーム持ってきてどこやったんだよ。ちりないよ、ね、全部つけてあげる。すごい、なんでよかった。やった、やった、いたわんない、すいません。今日はね、スルーだっけ、しっかりつけていただければ。前髪大丈夫でしょうか。前髪しっかりつけてください。ちょしっかり顔映ってる。長いな。長いな。尺がもういいよ。ちょっと尺が。めっちゃ喋る。なんで YouTube 目線なのみんな。大丈夫そう。とりあえずこれ何ですか。フェイスラインも前髪ちょっともうつけるし。え、緑なんですか。何オイルですか。保護剤なんで。これ今完全にドライされた状態です。なぜこういう風にするかっていうと、していただいて、そこからスプレーヤーでウェットをしながらかけていくっていうやり方でやります。で、特に上の方はしっかりかけたい。サイドは別にこう流れるだけでいいんで、別にウェットにする必要はないんですよ。ウェットにすればすると時間かかってしまうので。してそうですね。で、この長さ多分12ミリで、ちょっとここの何パネルか12ミリでちょっと2回転ぐらいさせてかけたいと思います。で、完全に蓄毛補正かけたのとは違って、少しこうデジタルパーマに近いような感じになるんですよね。だから10円に近い感じのカバーの借りになる。状態でかけていくんですけど、まあ、これでもこうちょっとパチパチ言うかもしれない。で、巻き方なんですけど、前こうガーって巻き込んじゃってたじゃないですか。で、そうすると、ま、さっき言ったように根元の時間と毛先のタイム差ができないので、はい、以上終わり。終了しました。入役準備、入役準備。なんかリーゼントっぽく撮りたいな。撮影会みたい。どういう表情すればいいですか、これ。作らなくてもいいよ。どこ写ってんだよ。
かなかいいっしょ。何回使ってください。お願いします。先生、二液誰かつけていただけませんか。はい、私もこれインスタ投稿して前髪ね、こうちょっとかかると短くなるし、で、これでトップがこのくらいのカールが結構出てる感じ。ここ12ミリのところですよね。で、他のところ15ミリなんで流れるだけで、前髪はほとんどかかってるかかってないって感じですね。あ、開くとこから硬い。そっちの硬いじゃないよ。あー、こんなんだ。どうしよう、立ちすぎだ。こんなんだね。それぐらいです。足ります。でも真後ろに立つ。マジで立ってダメなんですよ。マジで立ったら見えないな。こうやって見せる。それぐらい。え、何がわかんないんですよ。いつもこんぐらいこんぐらい。鏡見て自分が見えたらいい。でも見えてて見えるって言うと、うん、見えない。真後ろに立ったからって。なんで？だから横に立ってこうやって見せる。え、私が横に立ってこうやって。結構硬いんだな、これ。横に立って。出るよね。そうだね。硬いからもちろん出るよね、動きはね。こうやったら中に逃がす。終わりました。ここほら。確かに。ででで。時間。あ、時間止めて。どこ？そっちじゃないです。黒い方です。え、すごい。90分で設定して残り3分なので85分ぐらいですね。おめでとうございます。